直行寺は北海道小樽市にある浄土宗の寺院である。三号は金本山。直行寺の古称は直行寺と称す。しかし最近は著工寺という愛称で親しまれている。戦前には金子の寺とも呼ばれていた。当時の三号金本山は金子家の菩提寺として混流の悲願を起こされた金子屋四代目の金子元三郎の生命である。 陰号の再殺人は、同人の陰号であり、次号の直行は二代元衛門の陽明である。当時は、金子家の資材をもって寄進され、明治中期より、大正昭和初期に至る、約60年間の経営、五時にことごとくされたもので、明日ともに、金子の寺と、通称されたゆえんである。それに至る、次のような逸話がある。金子家二代元衛門代。 天保13年マッサキ藩の御用商人に仰せつけられてより、船業、漁業をもって、マサキ軍尻内、小樽軍、朝里と、利尻へと証券を拡張している最中、明治元年母親戦争に遭遇、榎本武明を狩猟とする、藩政府軍は、函館に立てこもりマサキ城を攻め、市外は、陛下のため大半が消滅した。マサキ藩では、藩兵はもちろん、 倉庫まで集め法音隊を編集し、金苔の菩提寺、正幸寺は、陣屋に接収され、雇用多士を務めている金苔は、市民を引き抗戦し、そのゆえをもって探索される。元江門の,の身みに危険が迫ったことを知った、知元王将は、政府軍の隊長に、内乱戦争の必死を解き、旧市の中の一命を救い出したという。翌年五月反政府軍降伏、母親戦争終結。 明治6年正木藩が廃止され、8月江戸は北海道と解消され、一新政府は札幌に開拓市を置くこととなり、北海道も大きな変革期に入った。その背景の中に、金子家二代元衛門は明治9年7月71歳で没し、三代元十郎が家督を相続するも多病の方で明治12年7月18歳で没したため、 厳十郎の実刑元三郎が四代目の家督を相続し家業を継承する。その頃、北海道の政治、経済、文化の中心は、正木江差市から道王に移動した。金子家の事業も西新寮が西海岸を北上するように漁場を拡充し、海産の増殖を図り、交易にも尽くし、事業の根拠地と居住地をたるに移行した。しかし、金子家は、 代々軽心高志仏の年がつく、正木を離れることにより、千蔵以来の墓地並びに消している正行寺母大寺が、疎遠となるに忍びがたく、小樽の地に墓所を移し、金子一族の母大寺を混流し住職には二代、元江門の命の恩人である正行寺住職知源を得受けしたいという悲願を抱かれた。知源はその悲願に応え、明治十年代に当地に来たり、 病犬下半より上る丘の上に、浄土宗教会所を開設し、明治20年道具を新築し、直行寺との自業交渉が許される。4代、金子元三郎は、明治21年10月51歳にて没しているが、すでに5代元三郎は4代を封じして、異業を完遂した。ありがとうございます。